幸運値999の私、即死魔法が絶対に成功するので世界最強です。星2。貴族の娘として生まれた人族が主人公。そのメスが魔力測定の時に魔力1、幸運999のほとんどの魔法が行使できないクソ雑魚なめくじだったために、貴族の面汚しということで5歳で放逐されてしまう。放逐先の森で訳ありのクッソ美人の魔女に拾われたことでその魔女から庇護と寵愛を受けてさっと10年の月日が経つ。ここから、主人公は古代魔法である確率魔法と呼ばれる成功率が著しく悪いからという理由で廃れた魔法だが、主人公ならほぼ 99.9% 成功するですとか、クソ強フリーズとかなんでもありのチートをマスターして、育ての親である訳あり美女が、自然現象を何かのせいにするというプリミティブな世界のせいで森に引きこもらざるを得なかったことに激おこぷんぷん丸した主人公は自分がクソ群生の育ての親の名誉を回復するために魔法学園で無双してやるというシナリオ。梅沢俊も短編集で示唆していたけど、身の回りで不幸が起こるのは日頃の行いが悪いからとかいう、偶然起こった現象を何かのせいにする人族というのは頭の悪い人族の特徴であり、お前らは山でもこもって一生生贄でも捧げてろって感じなので、メインシナリオは学園ゆるゆりものであり、何らかしらの理由で不遇扱いされている美人のメスをゆるゆり化するのをたしなむという漫画でありほのぼのしているし読みやすい。